新潟県十日町市星峠。山の斜面に作られる棚田は、大きさや形がそれぞれ異なるのが特徴です。雪が降る前の秋のうちに白かきをします。棚田の稲作で使われる水は、山に蓄えられた雪解け水や雨水。大雨が降っても洪水や土砂崩れが起きないよう、ダムの役割も果たしているのです。一般的に平場って言われる、真四角の田んぼと違いまして、形も異なってて、枚数も多くて、でまた水の方をこう田んぼに引っ張ってくるのが、容易じゃない、簡単じゃないっていうところが一番の問題で、その水管理の方を、そのスマート農業機器を使うことによって細かくできるようになった部分がありまして。スマート農業とは、AI やロボットなど最先端技術を導入して農業生産の効率化を目指す農業のことです。現在、星峠では一部の棚田でドローンによる肥料散布や水位センサーを活用して田んぼに必要な量の水が入るようにするなど、スマート農業の導入を始めています。もともと棚田は江戸時代後期から明治初期にかけて、日本の人口が急増したときに食料確保するという意味で新しい田んぼを作っていったわけです。でその際に、山の中で棚田の適地となる場所を探したわけですが、山の斜面から水が滴り出ているような場所を選んで棚田として造成していきました。水が滴り出るところというのは、地滑り地帯とも重なる状況になっています。でこの棚田を棚田として、米の営農のために使い続けるということがイコール保水性を高めて、きちんと山を管理してということになりますので、そういった視点から研究開発を進めているところです。先人たちが作った美しい棚田をこれからも守っていけるように、私たちはスマート農業の推進を目指しています。